のメンデルスゾーン自筆によるピアノ編、曲譜、結婚更新曲はフェリックス・メンデルスゾーンが1842年に作曲した劇不図音楽、夏の夜の夢作品61の一曲。今日では結婚式における定番曲としてしばしば使用されている。1847年6月2日にイングランドのデボン州ティバートンの セントピーター教会におけるドロシーカリューとトム・ダニエルの結婚式にて、オルガニストサミュエルレによって演奏されたものが、結婚式で演奏されたとされる最も古い記録である。その後しばらくは人気がなかったものの、1858年1月25日、プロイセン王子フリードリヒとイギリス王女ビクトリアとの結婚式で演奏され、これにより人気を博すようになった。 ビクトリア王女の母であるビクトリア女王はメンデルスゾーンの音楽を気に入っておりメンデルスゾーンはイギリスを訪れている間に女王のためしばしば演奏を行っていたメンデルスゾーンが自らこの曲を演奏したオルガンはロンドントッテナムのセントアン協会に保存されている後にフランツリストが1849年から翌年にかけて 結婚更新曲と妖精の踊りと題したピアノ編曲を行っている。また、裏切ミール・ホロビッツもリスト版を参考として、メンデルスゾーンの結婚更新曲と変奏曲と題したピアノ編曲を行っている。ありがとうございます。